ここまでの説明から古代エジプトに影響を受けたテンプル騎士団のシンボルを知るや知らずや海賊たちが受け継いだのがジョリー・ロジャーだというのがわかります。しかし少し前にこの X のシンボルはササン朝ペルシャのシンボル起源だという話もしました。もしそうだとするとオシリスとササン朝ペルシャの X はつながるのか。もちろんつながります。そしてこれらをつなげてくれるのがササン朝ペルシャの起源の帝国アケメネス朝ペルシャ。アケメネス朝ペルシャは広範囲の土地を治めた帝国で、その中でも最も有名な王がキュロス。このキュロスという呼び名は古代ペルシャ語で太陽を意味するクルス。古代ギリシャの歴史家たちからはクロス。そんなキュロス国王は新バビロニア帝国に囚われていた古代イスラエル人を救った救世主扱いされている。キュロス国王の後もアケメネス朝は勢力を拡大し、古代エジプトまで達していた。そんなアケメネス朝ペルシャは次の古代ギリシャアレクサンダー大王に負け、少し前に話したスサでの政略結婚へとつながる。それゆえにアケメネス朝ペルシャの末裔のササン朝ペルシャ王家は古代ギリシャ人の末裔でもあるという話もした。ここまでが簡単なアケメネス朝ペルシャの解説だが、古代エジプトとつなげる前にまずキリスト教の X とのつながりを見てみよう。少し前にキリスト教の X こと聖アンドリューのシンボルの発祥の場所が古代のペルシャという話をしましたが、その発祥とされる古代都市の名前がペルセポリス。そしてこの都市を開発したのがアケメネス朝ペルシャの大王ダリウス一世。ダリウス一世は古代エジプトだけでなく古代ギリシャも統治した張本人であります。そしてキリスト教の X を受け継ぐ聖アンドリューの名前は古代ギリシャ語で、ヘブライ語の名前はありません。そしてこのアンドリューの古代ギリシャ語の語源がアンドレアス。ダリウスとドレアス、もうわかりますよね。ダリウス一世はアケメネス朝の全盛期を支えた国王であり、その広大な領地で様々な事業を行った。その一つが新しい貨幣制度だ。彼は一部のみが生産することを許された新たな通貨ダリスを発行し、領地内で流通させた。そしてこれにより税の徴収が容易になったため、アケメネス朝の経済が潤った。そのためその時に多くの銀行が誕生し、融資で利益を得たとされる。ダリウス一世は次に貿易の活性化のために運河で国々をつなげ、古代エジプトなどの壊れた宗教施設を様々な国の技術者を雇いながら建て直した。ゾロアスター教のダリウス一世だが、現地人の固有の神々の崇拝を認めただけでなく、古代エジプトではアモン神の新たな神殿を建築し、エジプト人との交流を図っている。建設プロジェクトは自国のペルシャでも行われた。その一つが X と4つの点発祥の都市ペルセポリス。そのペルセポリスに建設されたのがダリウス宮殿、別名宝宮殿だ。日本語の宝のような名前だが、スコットランド銀行がこの X と4つの点のシンボルを使う根源的な理由がこれだ。
ダリウス一世の新通貨によって誕生した銀行がダリウス王ゆかりの宮殿のシンボルを受け継いでいるのだ。そんなダリウス一世を土台に作られたキリスト教の人物が聖アンドリューことアンドレアス。アンドレアスが X の十字架にかけられたのはイエス・キリストと同じ十字の十字架を使うのは申し訳ないという理由で自ら願い出たとされる。そんなアンドレアスとキリストだが、キリストとは称号であり、古代ギリシャで任命を意味するクリオが語源だ。そしてイエスという名前が古代ペルシャに起源があったのと同じように、キリストの語源クリオとほぼ同音の名前を持つのがアケメネス朝の偉大なる国王キュロスだ。キュロスは古代ギリシャでクロスと呼ばれ、後に英語の十字架クロスと同音になるが、このクロスの語源の一つに来るがある。そしてこの来るとキリストの語源のクリオはほぼ同音だけでなく、任命された王という意味でクロス国王と会うのだ。そんなクロス国王を尊敬していたのがダリウス一世。彼はクロス国王を尊敬するあまり、自らの業績をクロス国王の業績のように石碑に刻み、クロス国王の存在を他国に広めたのだ。ではもし古代ギリシャ語のキリストの語源クリオのさらなる語源がクロス国王のクルであり、彼の偉大さを古代ギリシャなどに伝えたのがダリウス王だとすると、聖アンドレアスとつながるのだ。というのも聖書で聖アンドレアスはキリストと古代ギリシャ人の仲介役をした存在だからだ。つまりキリストを尊敬し古代ギリシャ人との仲介役を果たした X にかけられた聖アンドレアスとキリストの語源とつながるクロス国王を尊敬し、彼の偉業を古代ギリシャへ伝え、 X のシンボル発祥の都市に宮殿があり、聖アンドレアスとよく似た名前のダリウス王となり、偶然では片付けられないほどリンクするのだ。そしてそんなアケメネス朝のゾロアスター教とキリスト教には類似点があり、アケメネス朝は古代ギリシャ王家と混血し、しばらくしてササン朝ペルシャが誕生する。ササン朝ペルシャ、古代ギリシャ、アケメネス朝ペルシャ、これらのキーワードと古代エジプトはつながります。しかしそれだけではありません。この歴史解明からイエス・キリストのより深い起源が見えてくるのです。ここまでキリスト教はゾロアスター教やギリシャ神話とつながるという話をしてきたが、キリストと似ていると指摘されている存在は他にもいる。それが古代エジプトの冥界の王オシリスとその子ホルスだ。オシリスとホルス、どちらも一度亡くなってから復活した存在であり、どちらもキリストが広まった時代より前の存在であることから、キリスト教がこの二神を参考にした可能性は否定できないとされる。オシリスに至っては蘇った後冥界の王として死後の審判をする存在になるが、これはキリストが蘇った後死後の審判をする存在となるというものと全く同じなのだ。しかしもしそうだとすると、なぜイエス・キリストにこの古代ペルシャ、古代ギリシャ、古代エジプトの存在を融合させたのか。この三つの古代王国とキリストをつなげてくれる都市が一つある。それがアレクサンドリア。アレクサンドリアはアケメネス朝の次、
古代ギリシャのマケドニア帝国のアレクサンダー大王によって紀元前332年に建設された世界中の歴史、文学、数学、天文学など当時の知識のすべてが集まるアレクサンドリア図書館があったのは有名である。しかしそんなアレクサンドリアもマケドニア帝国崩壊後にローマ帝国の領地となった。その時代アレクサンドリアではローマ帝国によってエジプトまで追放されたギリシャ人とローマと同盟を結ぶユダヤ教徒との衝突があった。しかし同盟といえどローマは領地内のユダヤ教徒のアイデンティティをなくす思惑があったと言われている。そんな時古代ギリシャと古代エジプト文化に触れユダヤ教徒として育った哲学者がいた。それがピロンだ。彼の哲学は古代ギリシャの哲学と旧約聖書を結びつけるというもの。哲学者プラトンをギリシャのモーセと呼ぶほどギリシャ哲学に重きを置いたユダヤ人だった。というのも旧約聖書には古代イスラエル人と神の行いの歴史は書かれていても、神がどのような存在で人間がどう生きるべきかという哲学に沿った道徳の説明に欠けていたためだ。つまり旧約聖書の本質をギリシャ哲学で補おうとしたのだ。そんな彼の思想はローマ帝国によって分断されたギリシャ人とユダヤ教徒の架け橋になるだけでなく、消えゆくユダヤ教徒のアイデンティティも救うものであった。しかしそんな彼の哲学はユダヤ教徒には響かなかった。その代わり彼の哲学が最も影響を与えたのがキリスト教だ。初期のキリスト教の哲学的な教えはフィロンの教えを元にしている。そして何より初期のキリスト教が栄えた場所の一つがアレクサンドリアだ。つまりアケメネス朝ダリウス王によって古代ペルシャ人と古代エジプト人が結びつき、アケメネス朝の王家と混血した古代ギリシャのアレクサンダー大王によってアレクサンドリアは建国された都市。そしてこの都市出身のフィロンの哲学が初期キリスト教の土台にある。くしくも彼を表した絵にはダリウス王とつながる X と4つの点が刻まれている。そしてそのアケメネス朝の後を継いだササン朝建国のタイミングで救世主キリストを求める信者が急増したのだ。つまりここからわかること、アレクサンドリアを中心に古代ペルシャ、古代ギリシャ、古代エジプトに関わる者たち皆が団結できる内容にし、ローマ帝国に対抗するだけでなくユダヤ教徒の宗教改革を目的としたのがキリスト教開発の裏の意図の可能性があるのだ。さあ皆さんはこれが真実だと思いますか？Whether you believe it or not, it's up to you. See you later. テンプル騎士団は表向きはキリスト教の組織としながらも十字軍として活躍する中でキリスト教の真の起源を知ってしまった。それゆえに弾圧されたのだろう。世界では宗教が絡んだ争いは今もまだ続いている。 SNS では自分の信じる宗教以外のものを悪魔と呼ぶ。いつの時代も皆自分が正しいと信じたい。一つのフィルターだけで物事の善悪を決めるほど簡単なことはない。
しかし、この動画を見るあなたは、難しい方の道を選んだ。歴史を通して世界中の人々の目線で人類を見ようとする。そんな人々がいれば、もう魔女狩りは行われないのだろう。そしてそのフリーメイソンがイングランドにやってきました。知ったな、本当に。受けたテンプル騎士団のシンボルを知るや知らずや古代エジプトに影響を受けたテンプル騎士団のシンボルを知るや知らずや。すごい音になってる。フリーメイソンのスコットランドの噛んだ関わりの話をしてきましたが、スコットテンプル騎士団と、そんな海賊たちといえば、そんな海賊海賊って言うてもた。ここまで手込んでんのに海賊って言うてもた。海賊、インドヨーロッパ祖語はそのあたり発祥だと言われています。いきます。ちょっと待って、そしてやったっけ。近くでもあります。 OK。 ちゃうね、この靴滑んね。アマテラス解体新書、予算 TV 初の書籍出版始まる。